広角映像でお送りしてますので、ちょっと手ブレ補正が入ってないため遅れますが、ご了承ください。
すら走っていきますんで、沖縄市の方まで行ってみたい。
330号線、沖縄市までドライブですので、ちょっとなまってましたけど、沖縄市までドライブですので、はい、風景と BGM でお楽しみください。それとチャットでもお楽しみください。よろしければチャンネル登録、高評価、ポチッと。キングタコスが見えてきましたね。こちらの方にキングタコスがあります。
ちょうど目の前止まるかな。こういう感じのところで止まりましたね、キングタコス。はい。チキンフライライス、タコライス、チーズ野菜。こちらと金の方でしか販売してません。ご飯がチキンフライス、チキンフライライスのタコライスですね。一般的に食べられているのはタコライス、チーズ野菜はご飯が白米ですけど、チキンフライライス、タコライス、チーズ野菜はチキンフライライスがご飯になってますので、ね、美味しいですよ。この永田店と金の本店でしか今のところ買えません。それは、その料金もちょっと900円ぐらいはしますけど、美味しいですのでぜひお試しください。ここまで出る出過ぎですね。市民パークですね。とても広い公園があって、スケートボード場もありますね。あ、焼肉屋。ダメだ、近くは。ここの鶏肉屋さんもちょっと行ってみたいです。ポケポコハウス。台風に引き寄せられる雲が左から右へと流れてますね。ああ、また雨が目の前雨降ってます。上から雨気をつけてバーッと。Yeah, I'm sorry.
の前をオスプレイが斜め右方向に飛んでいく。止まってると平日だと北側から着陸するときこの目の前からオスプレイがこう来ます。セミない、セミがない。33分。ちょうどこの普天間の右側、この辺りに普天間神宮があります。こっちもお寺があるんですけど、何お寺かな。この目の前のこの白いこのところが海軍病院ですね。海軍病院、海軍の病院があって、そのまた隣に今琉球大学高度救急医療センターですかね、建築中になりますね。確か琉球大学だったんです。大学病院が移設して高度救急医療センターにもなるみたいです。ああ、ちょっとワープします。はい、では行きましょう。左側、白いのが海軍病院、名前が天満神宮とお寺。道が悪いな。未来に曲がりたいんですけど、こういう道が沖縄を覚えて、綺麗に直してくれたらいいんですけどね。英雄ですかね、の方の名前を取っている基
でした。人の名前ってすごいですね。ちょっと茶壇の方に行ってみましょう。朝の茶壇、まだ9時にもなってませんけど、はい、こちらから降りていきます。じゃあ330号線を後に58号線に合流したいと思います。8号線ですね。
南町の58号線嘉手納方面に向かって歩いてます。ちょっと北谷町美浜アメリカンビレッジを朝9時の映像を皆さんにお見せしたいと思います。数名しかいなかった木内なんちは誰もいないって言いますから。沖縄食堂約50種類が500円からあるみたいですね。あ、雨が大降りになってきました。これも台風の影響で大気が不安定なため
行きましょう。
アップ、コメントよろしくお願いいたします。じゃあしばしご観覧ください。もうそろそろで終わりますので、ゲート通りの方で終わりたいと思います。今日もありがとうございました。皆様良い一日をお過ごしください。よろしければチャンネル登録、高評価、ポチッとよろしくお願いいたします。あれちょっと待ってね。では私はこのまま金崎市の方に行ってみたいと思います。では皆さん、さようなら。アロハイサーイ。バイバーイ。失礼しまーす。